俺いっぱいおんなはい、というわけでおはようございます、ティエと申します。ドラクエ10配信をまあ時々やってはいるんですけど、こっちのサブの方の配信では全くしないんですよね。なので今回はサブの1日ということで動画を撮っています。こちらはアラの家ですこちらはティラさんの嫁であるアラの家です。この通りドッペルゲンガーがね大量発生しておりますなぜそうなってしまったんだろうか。ここに来たのはとある理由がありまして、ダークキングっていうモンスターがいるんですよ。で、ダークキングのモンスターを、まあ、日課的に倒せるようになりました。おおこの度私ダークキングを日課的に倒せるようになりましたよ。いよいよですよ。ただそれはアンラレの話です。ただそれはうちのアンラレの話なんですよ。ダークキング装備に身を包んでいるアンラですが、ティラさんだとじゃあどうなのかという話です。時期が僧侶なんで、さあ勝てるかどうかって話ですよねまあ、いけんじゃねえかな。しかしこのままでは友達がいません。またか、またこの問題に悩まされるわけですよ。ティラさんはとにかく友達がいないんですよ。アンラですらタラですら友達いないんですよ。でもね、なんか知らないフレンド誘ってさ、じゃあ行こうっていうのもちょっと配信とか、まあ、動画的にどうなのって話ですよね。勝手に自分のキャラが使われてたらびっくりするわけですよ。なので私は考えました。全員塩で固めればいいんだと。ということでですね、サポート仲間、サポート仲間というね、このドラクエ10にはシステムがあるんですけど、キャラを全員塩にします。塩軍団、ここに極まれり。塩ならね、もうすでにね、配信にもよく来てくれてるし、あれね、まあまあ、リアフレだし、つうか。大丈夫だろうと。というわけで、塩の、キャラを使って、あと、うちの育てたキスコを使って、今回はダークキングに挑みたいと思います。じゃあ行こうか。強さどうしようかな。アンラでいけてんのはね、4なんだわ。で、5はね、やってみればわかります。さあ、ダークキング5にやってまいりました。なぜで、ね、なぜだアンラでもいけてない5に、なぜ俺は行こうとしているんだ。おとなしく3にします。おとなしく3にします。怖いのは、回復役側、ティラさんしかいないってこと。これが一番ネックだね。だから、めっちゃ忙しくなるよ。めっちゃ忙しいわ、多分、これ。これめっちゃ忙しいね。痛いねー。キングプレスでみんな事故った。キングプレスは事故だろう。あー、みんな倒れていく。オッケー。回復が一人しかいないってきついな、これ。いけ、必殺技。カラオケタイム。いっぺんに追い詰められたぞ。だから自分が死んでも蘇生する人もいないし、アタッカー構成すぎる、あまりにも。くそ、俺しかいないのはきつすぎないか。回復薬がなんか毒になってるしよ。介護できねえぞこれ。介護しきれねえ。エミナ波動、逃げる。余裕があればスクルトを待つ。余裕があればスクルトで、ベホマラー、ベホマラーをね置いとく方がいい。
召喚来た。こっからです。ダーククリスタルが直線上のレーザーを撃ってくるんですよね。それが高威力なんで、それを避けないといけない。それ避けつつ、死んだそれを避けつつね、行動していかなければならない。そして僕は被弾してはいけない。キスコー、マジかお前。キスコマジかお前。ここなら OK、 ダークテンです。ここなら大丈夫だろう。デフォマラ、いやデフォマラの前に死んでるわ。あー、シャウトこれはひどい。ダークシャウトはちょっと効いてないな。あー、壊滅しちゃったパーティーが。あ、来た、魔性の女魔性の女、ヤンデレ不愛想この世の理不尽いろんなものを詰め込んだキャラが来たよ、アンラかでも言うてアンラはそこそこ強いぞいけるぞ。アンラと一緒に倒すか。キスコ使えなかったキスコあんまりにも弱かった。さあ、ダークキング装備に身を固めたアンラ、頼むぜ。信用してっからな。あのさっきのはさ、若干一発で壊滅しちゃったのもね、問題だよな。まあ、改革が2人になったのはでかい。その分火力は下がるけど、自分がちょっとね、ポンやらかしてもなんとかなるようになった。キングプレスがやばいのよ。マラして、みんな回復だ回復だ。デフォイム間に合わないアナの回復量じゃ足りないんですよね。アナの回復量だと耐えきれない、回復した後に。まあ、こういうちょっとした回復はありがたいんだけど、結局、主火力、主の回復を担うのは、やっぱり自分だってことを意識して立ち回らないといけない。あんなそこかよ、とか。ベホイムをね、的確に打っていく必要がある。お、いいね。これすごくいい。すごくいいっす、今。で、食らうだけだから、で、ベホイム急いでして、で、アンナも助けてくれるからね、こうやって、なんだかんだね。なんだかんだね、この女助けてくれるからな。なんだかんだね、アンナもね、こう、手助けをしてくれるから、でかい。で、シオに、おー、耐えたねー。キングフェス耐えるのはでかいよ。ユラ半分いった、いいよ、いい感じだよ。あとは変なことで壊滅しなければいいんだけど、そうだね、壊滅するのが一番やばいからな。竜巻来た後はテンペストです。基本的にはたまに違うことするんですけど、マラー置いて、マラー置き、聖なる祈り。この位置やばいかな。うわ、助かった。
逃げ場がない。マラ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 してテンペスト来るから、またテンペスト来るから、そうなるとまたテンペスト来るから、んでここでスクルト一回挟む、スクルト挟む、シャウト、そう、あーあー、頑張れ、あと少しで倒せるぞ、これいけるぞ、ティレさんにも希望を、あー倒したに倒しちゃったな、お前ら、俺なんかしたっけ。ここから怒涛の起死回生となるか、避けろ、あ、強いわ、強いわ、自作強いわ。で、もう一つやりたいことがあるんですよ。前回アンナで全然勝てなかったジェルザークのこと覚えてますか。あれからね、なんだかんだね、アンナも成長し、ティラさんも成長し、ねー、シオのキャラは相変わらず強い。もしかしたらですよ、ジェルザーク勝てんじゃねえかなと思うんですよ。ジェルザークも、今の俺たちなら、いけるんじゃねえかと。強さ1、強さ1だけどね、もちろん。いけんじゃねえかな。軽い気持ちでちょっと挑んでみます。さあ、始まりました。ドリームチーム。ティラさん。アンラ。そして、シオ2人による。そう、シオ2人なんだよな。で、フバーハを早めにかけてあげたい。こいつらブレスした。死んだー。誰が死んだー。こいつらブレス主体で攻めてくるから、結構。まあ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 、回復はアンラにね、任せても、任せきれないけど、ある程度の、あ、これ離れないとダメ。よし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 。余裕があるなら、フバーハート作ると。来た!リミットマグマ!ジェルソージャー A に灼熱のエネルギーが溜まっていく。これは、みんなでジェルソージャーを殴らないとダメなんだけど、ソウルなんで私は何もできません。うわー、危ないなー。みんなよく耐えたねー。みんなよく耐えたなー。マラーはしといたけど、届いた?みんなに。届いたね。俺のマラーは届いたみたいな、みんなに。ダークネスプレス。これ耐えるかな?フバーハ。よし!フバーハでかい。フバーハのおかげで耐えてんな。爆裂の針は一人で食らおう。食らうねえ。痛いねえ。やっぱりしっかり痛いねえ。余裕があるな。スクルトとフバーハを更新する。ジェルソージャーをみんなで殴ってくれ。頼む。愛風か。ジェルソージャーを殴れば止まる。いけるかお前ら。あー、いけなかったかー。こうなるとね、歩く場所が なさすぎてきついのよ。あ、歩く場所が、ほら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 、もうみんな倒れていく。みんな倒れていくやろ、ほら、そうやって。あっつ!くそ。とりあえず、え、あるのもう?やばい、テンパってる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 。落ち着いて。まだ立て直せる。うぅ!アンラ!アンラ行け!アンラ頑張れ!よし、来た!任せい!ユラ蘇生の。よし、立て直ったな。立て直ってる、立て直ってる。立て直せる。全然立て直せる、こっから。
うわー、でもマグマは増えたなー。マグマは増えちまったなー。攻撃できてないもんね、マグマが増えてるせいで。マグマが多いと攻撃できなくなるのか。やばいなあこれ。自利品だな。アンラがやられた。蘇生しに行こう。マグマは痛いけど蘇生しに行く以外の選択肢はない。やば、食らう。アンラー、マジかー、きついなこれ。きついな、追い込められた、追い込む、ちょ、みんな死んでる。みんな死んで戻る。やばい、頑張れ。アンラの仇を討とう。確かーこの前の動画はアンラを操作して全然友達がいなくて勝てなかったんでしょ。今回シオがいるってのは割とでかいんだよ。シオ系キャラがいるのは。シオ死んだけどね。そのシオ死んだけど今。準備して、その間の回復をアンラに任せて、スクルトとフバーハを急いでかける。フバーハ。フバーハが大事。この戦いは。フバーハをちゃんとみんなにかけていかないと。波動か、結構食らうな。みんな幻に積んだ。こっち来た、こっち来る分にはいいんだけど。さあ来た、ジルソルジャー B に止めてくれ。ユラシオ、シオ頑張れ。よし、オッケー、耐えたな。よし、シオたち耐えてくれたけど、マグマは回避してよ。よし、マグマ回避してる。よし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 、メフォマラーして、水溝マダンは回避したな。よし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 、大丈夫。いい感じになってる。フバーハ。アンラがやられるのはやばいねー。そして死に向かおう。で、余裕があるなら天使の守りもしときたい。で、今は、ラピッドステッキの時間だ。これは号令はあの呼ぶだけだから大丈夫。で、フバーハ。アンラのためにフバーハをかける。余裕があればスクルト。ダークネスベースきてんね。マラは置いといた方がいい。マラ置いといて、とりあえず。アンラに爆裂の針。マラ置いとく。大丈夫。マラ置いとく。大丈夫。俺の回復力なら、ティラさんの回復力はかなり上だから。マジか、食らうか。ダークネスベース。おとなしくにしよう。混乱してるやついんな、一人。それはまずい。煉獄火炎。耐えるかな？耐えたねー。フバーハ様様だぜ。フバーハ様様や。ほんとに。出ちまったか。
フバーハがみんな消えちゃってる。管理して、ちゃんと。死ねない。フバーハをかけて行った方がいい。よし、なんとか耐えたな。どんだけフバーハが大事かわかるな、この戦い。僧侶はとにかくし、どっちかといえば僧侶は死なない立ち回りになってんな、これ。アンラーの回復もありがたい。アンラーアンラーリミットマグマ来てる。止めてくれ。リミットマグマ止めてくれ。フバーハ。よし、逃げ出したな。マグマも消えてんね。まだか、ラピッドステッキ。ジェルザーク本体。キーが入った。キーが入ってる、キーが入ってる。いけるぞ。ただ、ユーラの MP がやばい。少なくなってる。フバーハもまだ1段階か。フバーハして、みんなにフバーハを配っておかないとダメだ。余裕があるな、ポップスティック。おそましいよ、たき火。僧侶は何もしなくていいよ、よくなる。まだここはデブフマラして、いいよ、勝てるかもしれんぞ。いいよ、勝ちが見えてきた。勝利見えてきた、見えてきた、見えてきた。でもこれで勝利すると、アンラですら倒せてないものをティラさんは倒せてしまうということになる。いいのか、それでいいんだ、それで勝てる。これ勝てる戦いだ。威風は食らうから、誰かは。食らわない。食らわなかった。余裕があるならスクルトかけようか。フバーハもかけようか。余裕あるなら。追行まだ、直線排除。オッケー、みんな食らってないね。いいよ。いいよ、勝てるかもしれんぞ。おつましいおたけみんな受けた。よし。いい感じ。食らうか、それ。ミラ。復活させて、フバーハ巻いて、きちぃ。フバーハ。ちょっと死を倒しちゃったの？死を。おめえやっぱすげえわ。